展望台のある都庁に多くの外国人観光客が訪れることから、東京都は都庁第一庁舎2階のエントランスに東京の魅力や観光情報を発信する巨大モニターを設置しました。55インチのディスプレイを8つつなげた巨大モニターは、縦およそ2メートル70センチ、横は2メートル40センチほどで、都庁2階の受付付近に設置されました。モニターには、都が制作した東京の魅力を伝える映像や、都の運営する美術館の情報などが上映されます。東京の魅力のほか、日本文化を紹介する動画等も今回、ご紹介しています。また英語、中国語、韓国語にも対応しておりまして、多くの外国人の方にぜひ見ていただきたいと。巨大モニターの下にあるタッチパネルでは、都庁内の案内図を見ることができ、行きたい場所に触れると行き方を動画で示してくれます。この設備は来週月曜日から利用が始まる予定です。